3年ぶりに通常開催となった十日恵比寿神社の正月大祭。今日は博多の綺麗どころが集まり、商売繁盛を祈願しました。午後3時、三味線や太鼓に先導され、博多見番の芸妓15人が十日恵比寿神社を参拝する勝ち参りが3年ぶりに行われました。歩いていくことを表す勝ちから来ています。歩いてやってきた芸妓らは神社を参拝し、今年1年の開運や商売繁盛を祈願しました。よろしくお願いいたします。大谷万歳。今年は正月大祭の名物福引きも3年ぶりに行われ、威勢のいい掛け声が響き渡り、露店も300店舗以上が出店しています。十日恵比寿神社の正月大祭は11日まで行われます。